皆さん、おはようございます。ただいまご紹介いただきました北村ラテルでございます。今日は日曜日の早朝でございます。また初印象ありがとうございます。すみません、あと30分ほど喋りますが、よかったら長野方にいっぱいあそこにですね、買っていただいてますので、よかったら入っておりますので、長野方に詰めていただければと思います。北の話の時に至りましては、もう2人しか分からないような思いがありますのでですね、本当に頑張らないかんと今少し、気持ちが高揚しております。で、今回3期目の選挙に挑戦するにあたってですね、皆様に今日初めてお配りしましたパンフレットをちょっとご覧いただいて、その中にですね、まず書いてあるのが磯毛島村ということを今回書かせていただきました。難しい言葉じゃないんですが、何を急ぐかというようなお話なんですが、実際今の島村の立ち位置を考えますと、今の島村の予算がですね、238億で、その約3割の76億円が市税収、それから残りの約7割の162億円かな、この7割の財源というのが依存財源、つまりは国から県からいただくような財源になっているわけです。まあ、会社経営からですね、議会に入りまして、徳島原市の財布は厳しいなということを痛感した8年、今その162億余りのお金をですね、国の方で加藤先生はじめ大義士の先生方が取り合っていらっしゃいます。で、いただいたお金を県に持ってきて、その県に来たお金をですね、地元の島原出身のあそこにいらっしゃるお二人をですね、先輩方と戦いにこの島原に持ってきていただけるわけです。もうすでにですね、予算的には非常に厳しい状態が続いています。長崎県も非常に厳しいです。そんな中でなぜ急がなければいけないかというと、今島原市には古川市長がいらっしゃいます。そして県のパイプ店として山本大場管理いらっしゃいます。県に行くと中村知事、地元の島原出身です。もう一方副知事、上田副知事、その方も島原知事、それからその上には国へのパイプとして加藤先生が頑張っていらっしゃる。こんな強力なパワーがある時代は今まで僕は聞いたことがありません。先輩方もそうじゃないでしょう。これだけ国県市がつながって、なぜ島原が発展しないはずがあろうか、はずがない。僕は今こそ急いで島原を取り出せないか、そのためにもう一度やったらばいいと思っているわけです。しかし加藤先生はじめ県議の先生方も地元から要望が出なければ動けないわけです。動きたくても、あの3人の方は地元からこういうことやりたい、再開発やりたい、どう作りたい、何か建物建てたい、そういう要望が上がってこなければ力を出しようがない。ですから私が今おります、市議会の中でいろんなアイデアを出して、特に400年をもう3回です、そういった中でですね、市議会の役割が非常に大事になってくるんじゃないかと思って、もう一度だけ、もう一度と言わず仕事をさせていただきたい、そう思っております。北田社長が言われました、
仕事の方はもう息子は帰ってきたんで息子に任せろというような話です。あそこの一番端っこで今日は雑用させてます。その息子にすでに4人の孫がおります。もう僕の時代はですね、あと10年20年もしかしたらまあそんなに、楽に暮らせるような仕事をしてきたつもりです。しかしあの息子とか孫とかその子たちが大きくなった時に今やっとかないと、今これだけ強力なパイプがある時にいろんなことをやっとかないと間に合わない気がする。多分間違いない。ここ2年が勝負です。皆さんにはっきり申し上げております。ここ2年で島原氏が面倒をやらなければもう負けてしまう。僕はそういう気持ちで危機感でいっぱいでございます。まあこういった過激な男ですけども、今の島原にはですね、自分では必要だと思っています。そのパンフレットの中にいろいろ書いておりますけども、具体的な提案をするっていうのはなかなかやっぱ怖いんです。明るい島原を作りますか、そういうことを書いた方がいいのかもしれませんけども、具体的な提案をしなければ賛成も反対も出てこないんです。議論が始まらない、それを山本県議言われたんです。言わなければ始まらない。そして皆さんで、ね、けんけんがくがく、僕が書いてあることに関してもけんけんがくがく言っていただいて、そして議論をして前に進めていくということをあの2年間やらなければならない、そう思ってます。例えば一つだけ学校の統合の問題書いてあります。中身に関しては詳しくは、インターネットとかで、情報を出しますけど、学校の統合に関しても僕は昭和35年生まれです。第一中学校出身、学年が、各クラス40から45名ぐらい、8クラスありました。その中で8クラス45名としても305人、今皆さん島原市、有明町、旧有明町合わせて子ども1年にどのぐらい生まれているのか、去年が350人です。ということは、僕が中学生の時に1中で8クラス、そこで足りる、一つの学校で足りるぐらいしか今子供が生まれてないんです。島原市は昔を頑張って子供の数が減るのをどんどん減るんじゃなくてこのぐらい減っていくような形で緩やかに頑張っておられる。しかし減ってないんです。増えてないんです。周りにもね、3人、4人、作られてる息子のようなこの子が増えているようですけども、東京を見ると減ってない。ですから学校の方法の問題はこれ島原にとっては先には通れないんです。そのことについて僕が初めて知ったのは去年の3月です。1年以上前、行政の方がもう数字を持ってますから、その数字を見てですね、もう今の公共施設、学校以外、文化会館、プール、そんな公共施設と言われるものを半分にせんで、その数字を出してきたのが去年の3月です。僕は文化会館の話を一般質問にするまで、そんな話は全然どなたも耳にしてなかったと思います。もう1年前に公共施設を半分にするという話は出てるんです。隠してるわけではないんですが、ボンとそういう学校統合の問題がすると、いろんな議論、特に反対意見を加えて、また行政で出そうとしないんです。しかしこれは私たちの問題です。どんどん議論をして、別に学校、中学校一つにするとは僕言ってません。減らさないかってやったら、どこにどういうふうに学校を作っていけばいいのかな。クラスでもし小学校が1クラスだったら、あるいは今2クラスでしたね、そこでいじめに遭う子がいたら、ずっと6年間一緒なんです。
大きな学校だったら8クラスあったら入れ替わりができる。子供たちのためより競争も今あまりありません。で、私だと一級のバレー部の子はバレーを知りたいということがいっぱいあってるんじゃないですか。どうかそういう議論をですね、これから話し合う場をですね、僕は作っていきたい。1年、2年ではいきません。5年、10年かかります。だから、早く議論の場を作って、どうも、どうしようかな問題をみんなで語ろう。議論をしようと。そういうことをやっていきたいというのが、僕の考えです。どうか、皆様のお力で、必ず結果を出しますので、もう一度議会にこの生き方だけを皆様のお力で戻していただきますように心から皆様に今日お願いをしたいと思います。頑張ります。よろしくお願いいたします。